ソビエト連邦閣僚会議は、1946年に発足したソビエト連邦の最高執行機関であり、ソビエト連邦人民委員会議の後ろ身にあたる。組閣はソビエト連邦最高会議が行い、個々の構成員の任免はソビエト連邦最高会議幹部会が行い、ソ連邦最高会議の自己承認を受ける。閣僚会議議長、同第一副議長、同副議長、 各省閣僚及び各種国会委員会などの議長、連邦構成共和国閣僚会議議長により構成される。人員が100名近くになるので、首相、第一副首相、副首相によるインナーキャビネットである、ソ連邦閣僚会議幹部会が形成されている。ソ連邦最高会議と同幹部会に対して責任を負い、行政、外交の一般的指導、 徴兵人員の決定、軍隊の編成、各共和国閣僚会議決定の取り消しなどの権限を持つ1988年以後のミハイル・ゴルバチョフの政治改革により、閣僚会議の位置づけも大きく変わった。1990年12月のソビエト社会主義、共和国連邦憲法改正で大統領直属の内閣に改変され、大統領が首相や、 大臣の人事権を持ち、内閣の決定を破棄することもできることになった。ソビエト連邦の崩壊に伴い1991年に廃止された。ありがとうございます。